が目覚めなくて、その後の学力にもなんかすごい影響を与えてくるっていう調査が出てる。多分今ぐらいも食べたらいいと思うんだけれども、特に若い10代の最初はね、王様のように。はい、次行こう。はい、行きましょう。 This means breakfast is important。 はい、2行目、まず主語は何ですか？This means。 これは、はい、動詞は means。 さあ、ここの S、 会話の時大体みんな逃します。私もよく忘れます。これは意味します、こういうことですよ。さあ、この文の構造は何ですか？判断して。何だと思う？止まってしまった。ここにまた B 動詞がやってきたね。っていうことは、ここが句なんです。また新たな。じゃあこの黄色いカッコの中見ていこうか。はい、黄色のカッコの中の主語は何ですか？ブレックファースト。はい、イズは？動詞ね。そしてこれ何になる？シーン。ここ。ブレックファーストは重要だ。じゃあこの大きな元の文章を見たら、これ何の意見になる？意見が分かれるかもしれない。どっちだと思う？1と思う人手あげる。3分。2分形だと思う人。3分形だと思う人。聞いたら。3分形はあってほしくないな。おする、もは三分形はする何々もになるのね。はい、答えから言うと、これね、文法書によって違うよ。一分形っていう 文法書もあるし、二分形っていう文法書もある。これは意味しますよ。あとは紙括弧で取ってる。こういうこと意味しますよ。二分形で取るところはこれをシート取るの。これとこれ一緒でしょ。このことって何のこと？朝食は重要ですよってこと。二分形って取るとこもあるので、そこね、とにかく構造が分かっておきます。シート取るとこもいるし、一分形と取るとこもある。1または2。三分形が間違うのは、例えばプレイ、サッカーとかね、スポーツ、スタディ、教科とか、何かこっちに、動詞の目的語としてないといけない。大丈夫ですか？はい、じゃあここ日本語お願いします。 This means breakfast is important。 はい、香里ありがとう。これは、朝食が大事ということにしています。 OK、バッチリです。これは正解ですよ。朝食は、大切、重要だと、だということを意味しています、ということです。長文の中で聞かれること、 This が表すものを日本語で答えなさいと言われたらどう答える？括弧1の This が表すものを日本語で答えなさいでしたら、どうなんて答えたらいいでしょうか？はい、ケータ。王様のようにたくさん朝食を食べなさいということとか書けばいいですね。
ツイートか。Today。Today, three friends will tell us about their breakfast. Okay, はい、じゃあ主語は何ですか？ Three friends. Three friends. 主語 three friends. はい、動詞は？ここ気をつけてね。Okay, will よく入れた。伝えます。話します。はい、あとはどうなるでしょうか？明日は何だろう？明日、Yes, or です。言いますよ、私に。あとはさあ、ここに向けてな。 C だったら O イコール C。 私たちとは朝食一緒ですか？ Yes, O2 です。さあ、燃えてるでしょうか？ O1、O2。 これ何分形だった？4 SV? O O? 5分あの歌がなんか頭に入ってる。4だよ。4。はい、じゃあここちょっと難しい役になってきますけど、誰かチャレンジ。Today, three friends will tell us about their breakfast. はい、頑張って。No? No? 当てていこうかな。OK。しか。友達が、はい、何するって、伝えるよ。誰に？何を？これ何？朝食ね。ゼアってなんだろう。講師覚えてる？ゼア。カレラ。惜しい。の。の。カレラのブレックファースト。カレラって誰らのことだろうか。ここで言う。王様遠く行っちゃったね。うん、もっと近いところにある。そうそう。スリーフレンド。そう。3人の友達が、3人の友達のブレックファースト。さあ、できるよ。略やってごらん。こだわらなくていいよ。簡単に考えてください。しか止まったね。先生、高校生の頃ね、同じようにポッと当てられたんですよ。今も覚えてます。一番端の真ん中でした。あ、一番端の一番前の席でした。ポッて当てられて、なんてことない質問なんだけど、答えれなくて、なんか20分ぐらい経ってたような気がします。今でも忘れられない思い出。そしてだからついでに、あなた、君は英語科に行くのに発音が悪いとか言われながらずっとぼーっと立ってて、あ、オチがありました。ずっとしばらく経って、いろいろずっと本当になんか簡単なことは答えれなくて、うーん、で次から次といろいろ聞かれて、それに答えられなくだったよねって、どうしたかよみたいな感じでみんなびっくりしてるんだけど、ちょうどその最後に具合悪くて、その時倒れたんですよ私。あ、多分具合悪かったんだろうね。それでぼーっとしてたんだよね。そしたらものすごく先生がなんか申し訳なって感じで謝られて、そうそうそう、ということだったので、いいよ。
はい、頑張ってみようか。じゃあ最後まで倒れないでね、座ってるから。3人の友達が、はい、何について話すの？私たちに伝えてくれ。見る。はい、ができました。Good。 3人の友達が朝食、彼らのそれぞれの、きっとその3人の友達は国が違うよね。だからワールドブレックマス。おそらくドイツ、ドイツとベトナムと、どこやか、ブラジルだったね。彼らの朝食、話してくれます。留学生、この表現気をつけて。話しますなんだけど、何かをしてくれる、人のためにしてくれるというか、これつけるねっていうね。手紙書いて、手紙書きますだけじゃなくて、書いてくれました、ペンを貸しましたじゃなくて、貸してくれました。はい、次進行形。はい、文法が入ってきます。はい、次の文、主語は何ですか？ナム。ナムね。これおそらくどこの名前でしょうか？ベトナム。ベトナムね。はい、次動詞は？足りない。 is talking。 is talking。 はい、これは何系ですか？ is talking。 現在進行形。そう、その現在進行形。ゆっちゃんすごいね、文法用語もちゃんとわかるね。現在進行形。どこから話すんですか？どこで話してるんですか？ from Vietnam。もう訳いきましょうか。あ、これ何文型ですか？ Nam is talking from Vietnam。 1文型。ポッと聞いていこうかね。テラパッド。はい、終わっちゃった。 Nam is talking from Vietnam。 Nam は、やってる感じかな。話してくれます、話します、話します、話しています。ここまでいいですか？進行形が入ってるから、あ、ここが確率高いかな。並び替えになる。この形が出る人、何ができるかどうかとかの並び替え。はい。
関西の。チャオってあるよね。アディオス。マジか。関西。ユリアン。はい、残りはこれ区だからいらないよ。いらないね。そして、OK、これ何文系ですか、大丈夫。さっき先生ここ書いてたよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。No。大事かというと、長い文をこれから訳していくときに役に立つからやってるんです。大丈夫、ここまでだーっと進んでるけど、で、よし。ケンスケ、We usually have four for breakfast。どういうこと？ありがとう。私たちは。うん。朝食？もう。もう。怪しい方に。日本語の語学力もあるけんね、これね。朝食で。もう。もう。一緒じゃね？持っています。すごい。きたー。ハブはいろんな意味がある。ハブはいろんな意味がある。はい、みんな言ってみよう。まずよく使うのは、今言った？持っている。持っている。他は？食べる。食べるもあるし、まだあるよ。買うもあるよ。I have it。それにします。I have it。うん。あとあるも言うね。I have a clue。さあ、じゃあここの雰囲気でどうね、ブレックファーストとか食べ物があるってことで、このハブはどういう意味だ？食べる。食べるね。あと一行訳してごらん。私たちは朝食にフォーを食べます。食べます。 OK、 90点。こういうね、言葉が大事。これ副詞、動詞にかかるもの、頻度とかを表すもの。さあ、これどういう意味だ？さあ、チャンスをくれますね。じゃあパーセンテージからいこう。いつもは何ですか？ Always。 Always。 次に来るのが何だろう。あ、まだあるね。 O で始まるの。 Often。 Good。 はい、次は Usually。 Usually。 Yes。Already。 Already。 あ、すでに。これ頻度じゃないから。Sometimes。 Good。 あとちょっとネガティブの。Seldom。 よく出た。これ not が入るよ。これはね、例えば、あ、朝食を私はあんまり食べないっていう時、さあ言ってごらん。I seldom。 朝食をあまり食べる。 I seldom have。 うん、そう。not がないでしょ。これね、
なないまで入ってる、これで、うん、あと、これ聞いたことないかな、フェアリーとかね、あんまり食べない。さあ、これ書いててごらん。Always a full user sometimes. Do you think of any words, Mr. Trump? Mm, no, that's fine. That's the usual ones. これを入れると、usually、だいたいいつも、フォーを食べます。大抵とかね、だいたい、大抵。Always がいつもあるね。私たち。It's rice noodle soup with meat and vegetables. はい、主語は何ですか？ It ですね。動詞は？ Is。 Is ですね。はい、次、残りどうなる？それはですよ。これも C なんよ。そう、C。そして、C が長いんよ。大事かというと、こうやって長い単語が塊がやってくるけど、言いたいことはそれはこれですよっていう。で、この長い C の中のメインは何ですか？メイン、メインの C、 主役。そうっていうのをしとけば、どんなに後がもっともっと長い分出てきますけど、できるんです。はい、それは米の麺のスープですよっていうことだけを言いたい。で、それに何が入ってるのかっていうのを水でもっと説明してる。何が入ってるの？ミート？肉と野菜ね。ふか、頑張って。はい、じゃあ光ここお願いしようか。それは、うん、ライスミート。ライスは何？お米の、うん、麺です。そうそうそう、お米の麺、小麦の麺がラーメンやろ、そうめんはお米の麺なんや、うん、へー、フォーに使ってるのは、うどんに使ってるのは何か知ってる？そばは違うね。お米のは、あ、うどんは米だと思うよ。あ、違う、米とあれが混ざってんだ。そしてそばはそば粉っていうのがあるよね。ということで、フォーはあのラーメンの麺とは種類が違う、米の米専用、違う、米の麺なんで、何が入った？はい、もう一回どうぞ。それは、うん、肉と野菜が入った、うん、うまく訳した、お米の麺のスープです。はい、よくできました。お米の麺のスープ、それって何のことだろう？フォー、フォーのことね。フォー、前に来てお肉と、あ、ここまでかな、ごめんね、終わりきらなかった。野菜も入った、米の麺のスープ、
ります。